こんにちは、アップバンクのマミルトンです。本日紹介するアプリはフナッシーのカメラアプリが出ました。フナッシー最近フナッシーの動画いっぱい撮ってますが、ようやくアプリが出ましたね。こちらはですね、フナッシーをふんだんに使えるスタンプがね、いっぱいふんだんに盛り込んであるアプリになっております。こちらで撮るとフナッシーとツーショットが簡単に撮ることができます。ということで、フナッシーと一緒に写真を撮ってみたいと思います。はい、まず写真を撮るなし、撮るなし、カメラが起動するんですね。ここは普通と一緒ですね、うん、じゃあちょっとカメラマンさんよろしくお願いします。はい、なんかこうポーズを決めて、どうしようかな、中心に映る感じでいいですか。うん、いきます。ほい、はい、とりあえずこんな感じで撮りました。あとはちょっと範囲を選んどいて、しようですね、うん、で、ここではいろんなフィルターをかけることができます。ただ、フィルターはね、フナッシーにはかからないので、ちょっとフナッシーと色を合わせるために今回はノーマルで、うん、で、スタンプを押すと、ほら、うお、フナッシーがね、いろんなポーズしてるんですよ。しかも、受けるのがこのこれ、あのブルブル震えてる時のフナッシーがね、いろんな、結構あるんですよ。本当だジャンピングフナッシーとかね、アニメになったフナッシーとか、フナッシーがよく使う顔文字とはナシ汁ブシャーヒャッハー、フナッシーの必殺技ですね。あとフナッシーになれるこの服もあるんですけど、今回やっぱフナッシー、本物のフナッシーを登場させますね。これかな、選ぶとこんな感じで自由に配置することができます。で、こんな風に拡大縮小はピンチピンチインピンチアウトでできますね、うんうん、で今回ちょっとフナッシーの物陰から出てるみたいフナッシーがなんかマミルトを守ってるみたい。おー、いい感じや。こんな感じで、フレームもつけることができます、うんうん、フレームはね、フレーム自体にね、フナッシーがいっぱいいるやつとか、おー、すごい。そうで、フナッシーはちゃんとフレームの上に来てくれるんで、フナッシーが隠れることはないですね、うんうんうん、でこれで保存しましょう。保存、あとはここで Twitter とかね、 Facebook に SNS 系に投稿することができます、うんうん、で OK を押すとこの写真は保存されました。こんな感じで簡単にフナッシーとツーショットが撮れるカメラアプリでした。フナッシー大好きな方はぜひ試してみてください。